こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年3月19日、海上自衛隊で7隻目のイージス艦であるマヤが就役しました。基準排水量8200トンのこの艦は、海自の艦では初めてとなる CEC 共同抗戦能力コーペレーティブエンゲージメントケーパビリティを搭載したイージス艦です。この CEC というのは敵ミサイルの位置情報を高精度で味方のイージス艦や早期警戒機と共有できるシステムで、今までのイージス艦より高い防空能力を備えていますから、海上自衛隊の中核となることが期待されています。そして、防空力が高まる一方で、すでに CEC を導入しているアメリカ軍との協力体制も強化されることになるでしょう。言い換えれば、一体化が加速していくと思われます。イージス艦マヤのサイズは全長 170m、 最大幅 21m、 深さは 12m、 喫水は 6.2m、軸馬力は69,000馬力であり、最大速力は約30ノットだそうです。乗員は約300人です。基準排水量は約8200トンですから、アタゴ型より約450トンを大型化したことになります。神奈川県の横須賀基地を拠点としている第1護衛隊に所属していて、建造費はおよそ1720億円と言われています。艦載型の SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機も搭載が可能なイージス艦です。横浜市のジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で3月19日に、開催された就役イベントに参加した防衛大臣河野太郎氏は、以下のように訓示したそうです。本艦マヤは、総合ミサイル防空能力の担い手としての役割を期待されているイージス艦です。訓練に励み、任務に即対応できるようにくださいという内容でした。マヤという名前の由来ですが、海上自衛隊によると、漢字ではマヤと書くそうで、兵庫県神戸市の六甲山系に位置するマヤ山に由来しているとか、この山は昔は、8つの国を見渡せるワッシュウミネと呼ばれていたそうで、どこにも隙のない厳しい警戒態勢を表しているとも言われています。そういえば、お釈迦様の聖母がマヤ夫人と言われていますが、こちらとは関係なさそうですね。マヤは、護衛艦、アタゴ型、補正の、圧させたマヤ型の一番艦で、前述のようにイージス艦としては7隻目となります。マヤ型2番艦はハグロですが、2019年7月に進水し、2021年3月に就役予定となっています。イージス艦には山の名前が付けられるそうで、羽黒は言うまでもなく山形県の出羽三山の一つで、山伏修行や五重塔で有名な山岳信仰の山、羽黒山です。
海自は今までイージス艦を6隻保有していました。しかし、この6隻の中でも弾道ミサイル防衛 BMD 能力を備えていなかったアタゴ型のアタゴ・足柄の2隻に BMD 能力を追加する作業を完了させています。アタゴは日本各地で耳にする山の名前ですし、足柄は言うまでもなく、金太郎で誰しも一度は耳にした名前でしょう。あからしがら、ヤーマの金太郎から、クーマに、マータガリ、大馬の稽古。この童謡、団塊の世代の大人たちは、子供時代に歌ったことがあるはずです。1年後に、ハグロが就役しますから、これによって、日本が目標としていた BMD 能力を備えたイージスの艦8隻体制が、整うことになります。神奈川県横須賀、長崎県佐世保、京都府舞鶴、広島県呉に拠点を置く。海上自衛隊4個護衛隊群に、それぞれイージス艦を2隻ずつ配備する計画となっています。このマヤには、新しい装備として、味方の他の次艦が、探知しきれない敵の弾道ミサイルや巡航ミサイルの位置情報だけでなく、軍用機の位置情報までも味方の艦と共有することができ、かつ対応可能という CEC システムが初めて搭載されました。この CEC は航空自衛隊の早期警戒機 E2D へも導入されていますから、海おのずと空自の協力によって、より遠い場所からでも、高い精度で、対空目標の情報が共有できることになります。それだけではありません。マヤには、日米共同開発による、新型迎撃ミサイル SM3 ブロック2A も搭載する予定となっています。このミサイルが迎撃できる高度は SM3 スタンダードミサイルの倍にもなる約 1000km 以上になり、それに伴って防衛範囲も倍増することになります。このミサイル以外にもマヤには従来のミサイルよりも長い射程距離の対空ミサイル対艦ミサイル SM6 の搭載も計画されています。この SM6 はアメリカ軍で運用中の長距離艦対空ミサイルで、低空を高速で飛来する巡航ミサイルなどに対応できる迎撃ミサイルです。この射程距離は 300km 以上ということです。マヤ、ハグロ、にとってさらに重要なことがあります。CEC を導入したことによって、この2艦は日本の艦艇だけでなく、アメリカの艦艇とも敵ミサイル情報を共有できることになりました。そのおかげで、ミサイル防衛の連携強化が図られることになったのです。2015年2月、アメリカミサイル防衛局は国内のロッキード・マーティン製の DWES ディストリビューティッド・エイトット・エンゲージメント・スキームによってアメリカ海軍の BMD 対応のイージス艦2隻が模擬弾道ミサイル3発の
迎撃に成功したと発表しました。この DWES、ディストリビューティッド、エイトッド、エンゲージメント、スキームというのは、日本語に訳すと、分散加重光線スキームということになります。逆に意味がわかりにくくなりますが、2018年11月当時の防衛大臣岩屋氏は、複数のミサイルが飛来してきた時に、複数のイージス艦の間で自動的に迎撃調整を行って、重複なくミサイルを効果的に撃ち落とす仕組みと説明しました。複数飛来するミサイルに対して、どのイージス艦がどのミサイルを撃ち落とすかを即時に判断できるといいます。瞬時に最適な対応ができるということですから、北朝鮮や中国、あるいはロシアのミサイル脅威が高まりつつある近年、海上自衛隊と在日アメリカ海軍は、この日米共同のミサイル防衛スキームの確立を急務としているようです。マヤの機関方式ですが、イージス艦としては初めて電気推進とガスタービンを組み合わせたハイブリッド推進コグラグ方式を採用しました。ガスタービン方式だけでは低速航行時には燃費が悪いので、低速で航行する際にはガスタービン発電機でモーターを動かす電気推進方式に切り替え、高速航行の際はモーターによる電気推進とガスタービンによる機械推進の両方を組み合わせたハイブリッド推進で運転するものです。このハイブリッド方式を採用したことによって、燃費向上と艦のライフサイクルコストの低減を図るものです。